大丈夫か？聞こえてるか？ああ。あの時は、膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな？起きられるか？今度？気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか？やってみる。どうだ？ゆっくりな、少しずつ、わかってるさ。なあ、あんた、誰だ？私は、お前の主人だ。もしもし。さあ、クラウド。楽しもうか。大丈夫かな。よかった、目覚めた。あんたは？エアリス。名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え？覚えてないの？ほら、お花。ああ、花売りの。あ、ここはスラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん、驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな。うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花結構強いし、ここ特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ、私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって、何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？やったー！それじゃあ、邪魔するぞっと。お前、何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、魔晄の目。ボディーガードも仕事のうちでしょ？ね、何でも屋さん。あ？ん？私の勘、当たるの。ボディーガード、お願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート1回。え？やっぱり本物かよ。クラスは？ファースト。いくらなんでもファーストってお前よ。だってよ。すぐに終わる。もう。ボディーガードは俺たちの仕事だぞっと。見極める。あれあれ、終わりだ。それ企業秘密ってやつだ。おい、火星を頼む。
どうだ。いつでも来い、うん、いつでも来い。情けない、たったるいけど出番だぞ。ったついたか。ボディーガードさんよ。集中していく。来いよ。見極める。最初の行方は行方不明か。許せる。まあいい。やってやる。しぶといぞっと。でもどんな仕事も楽しむのが。プロフェッショナルだぞ。と刺激的な時を過ごそうぜ。やってやる。見極めてやる。しまった。来いよ。最初の異性はどこ行った。ロドジャーなら余裕だろ。ここまで。おらい。見極め。尻尾巻いて逃げたな。誤解だぞった。俺はただ…クラウド、違う！なんだ、飛んでる？レノさん！お怪我は？いいから、さっさと追いかけな。俺が先に行く。大丈夫だ。どこだ。あそこだ。おい、撃つな。
怪我なんかさせてみろ。お前終わるぞ。目的は本部。なんだ。逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし。あれを落とせば。いけるか。どうなってる。近づけません。これ魔法か。屋根裏に逃げました。追いますか。いや、撤収だ。いいんですか。あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちっ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 。ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。前に出よう。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、これからどうするの。しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は七番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ。怪しい。さっきの男、あれは死んだカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？そう。ねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は。顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ、怒った？気をつけろ、狭くなるぞ。うん、ありがとう。
ところ、私歩くの初めて。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。意地悪。この辺りは誰も住んでないのか。うん、怒られないから安心して。ボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい、ね、おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。出ようとしたことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か。余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチって。わっ、うわっ、うわっ、おお、どう？仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。
ここ五番街スラム駅の近く、駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん、うわあ、だからどうしたって顔してる。町のモンスターなんてたかが知れている。やっぱり出た。狙うぞ。そっちは任せる。はいはい。まあいい。やっ、うん、おやすみ。すっごく得意そうな顔してる。下がってろ。そう言われましても。うっ、うっ、うっ、やっ、いくよ。見てて。うっ、やっ、つくよ。届け。うっ、いくよ。うっ、うっ、すぐ済む。協力すればでしょ。よし。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる。あれが駅。見ればわかる。駅ないのかと思って。クラウドの世界。もういい。どれだけの血と汗が流れたと思ってるんだ。こんなことになるなんてね。どうか皆さん落ち着いてください。おい、どうなってんだよ。見て見て。エーナ、騒がないの。騒がしいな。マコーロ、よく見えるからね、ここ。本当に燃えてる。野獣魔か。みんな心配なんだよ。おや、あんたも来たのかい。え、まあそんな感じ。ああ、また教会帰りだ。そうかも。よく無事だったね。破片やら落ちてこなかったのかい。そういうのもなかったかな。運が良かっただけだよ。気をつけな。なあ、電車の他に上へ行く方法を知らないか。ごめんなさい。そうか、面倒なことに爆破なんかしやがって。降下地点、よし準備、よし降下。集合。行くぞ。タークスだ。働き者だね。
よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。シンラ指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方滅多に行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らないわけだ。お任せあれ。うん、行くよ。はい、かかってこい。あの手のモンスターは弱いものから襲う。じゃあクラウド気をつけて。俺の仕事だ。私の仕事もあるでしょ。じゃあ、こっちだよ。開かないね。壊れてる？確か道なりに進めば回り込めたはず。これ動かせないかな。連携しよう。いいとこ見せなきゃ。やっ。何？あ？行くよ。新種だね。どうしてそう思うんだ。強敵から襲ったでしょ。あれ、スラムの中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私、お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち、着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理、美味しいよ。
よし、そうと決まれば早く帰って、ご飯ご飯。片付ける。はいはーい。やっ、それ。飛んでけ。よーし。お疲れ様。眠っていればいいものを頼んだぞ。お任せあれ。やっやっ、行くよ。来い。ほっ、誰、私に任せて。終わったな。ここも壊れてるね。どうしよう。なんとか向こう側に行けないかな。上から抜けられそうだね。クラウドだけでも行けない？クラウド、ありがとう。無事抜けたね。礼はいい、報酬がもらえればな。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。できたらもう安心。タークスを忘れるな。ああ、どこから来るかわからない。気は抜くな。このまま戦争になっちまうのかな。この先が5番街スラム。ドキドキ。なんだろう。あ、おい。エアリス。爆破で停電。
神田カンパニー関係者によりますと、私は今五番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。五番魔航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることを教えていただけないでしょうか。現在五番魔航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番魔航路で使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番魔航路内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。いえ、ご心配なく。こんなことでシンラは揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。いざとなれば俺も戦うぞ。新婚旅行ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店、たまに手伝ってるんだ。エアリス。あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。みんな、ここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば、先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ、一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度、一緒に連れてってよ。よう、エアリス。今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。本を読むんだ。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。大きくなれ。クラウドはお花好き？考えたことがない。
花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな。まあいいけど。この道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。あ、世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする？面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。ああ、約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。あんた、いや、何でもない、すぐに降りてくるよ。
待たせ。はい、これ。え？はい。う。じゃあ出発。こっち、自慢のお花たち。どれがいいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに、さあ選んで。花言葉、純真なの。かなり貴重だね。もうちょっと必要かな。次、どれにする？私があげたやつだ。そうだったか。もしかして、気に入った？多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。まさかの猫じゃらし。さすがクラウド、みんなびっくりすると思う。これでよし、リーフハウス行こっか。急がなくていいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。お花どんな風に飾るのかな。さあな。後で見に行こっか。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ。街見てきたら。しばらくかかりそうだな。町内会といっても暇な老人がのんびりしているだけだがね。あんたものんびりしていくかい？ここは町内会の建物だよ。夜が来るの待ってるんだ。待つのは苦痛だ。
よね。おいしい仕事だった。他に使えそうなものは。お前は。エアリスは？リーフハウス。何かあったのか？うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか？うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。いつかジェシーお姉ちゃんに弟子入りするの。お願い。撫でていい？またやりたいな。あんたはテレビに映りたいだけでしょ。じいちゃんのマコーロ話が止まんねえんだ。プレジデントテレビ急いで。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れないんだけど、それどころじゃないね。連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ。黒服の男は分かんない。いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。ここから出ちゃったんだ。気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。来い。そっちは任せる。頑張るね。頼んだぞ。いいとこ見せなきゃ。あそこ刺激しない方がいい。すぐ済む。協力すればでしょ。当然の結果だ。知らないよ。連携しよう。私の出番。バリャン。おやすみ。早く助けてあげないと。行くぞ。気をつく。よかった。頼んだぞ。はいはい。
爆発したせいだよ。俺が行く。行くぞ。ありがとう。かっこいい。じゃあ戻ろっか。邪魔だ。作戦を変える。いいとこ見せなきゃ。なれるわけないでしょ。ね、クラウド。そんなことないよな、クラウド。
すっかり人気者だね。すごかったな。ズバッズバッて。うん、すごかった。チパチパッて。違うよ、ズバッズバッだよ。もっと早かったもん。チパチパッだよ。うん、じゃあズバッチパッだな。うん、チパッズバッだね。な、クラウド。ね、クラウド。どうしたの？いや、ティファってクラウドの恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういうリユニオン。恐れることはない。しっかりクラウド、しっかり。エアリス、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡。ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。もしかして神話に出てくる父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。